さあここに大きな鳥居の鳥居が立ってますけれども、はい、まあ、ここから先が御神域です、はい、これがねなぜ下るのかっていうのは、はいはい、実はねよく分かってないんです。分かってない、はい、祓えの社と言いまして、はい、まあ、体とか、まあ、精神に宿るこの汚れを払ってくださる、そういう神様がいらっしゃるんですね。普通神社って2杯2拍手1杯の作法なんですけども、はい、出雲は4拍手になります。うさぎちゃんを助けたお話があるんですけども、だから大国主の神はあの縁結びの神だけではなくて医療の神様としても有名なんです。天空世界を治める天照大神様にあのお譲りしますということで話が決着するんですね、はい、これが国譲りという物語なんです。お作り話じゃないかっていうふうに戦後ずっと言われていたんですけども、いくつか重要な発見があって、はい、あの本当の話だっていうことがあの分かってきたんですね。358本の銅剣がピチッと成立したまま埋められているのが発見されたんですね、はい、だからこの出雲大社というのは、はい、一地域にある大きな神社というだけじゃなくて、はいはい、日本の統合を象徴するような、非常に重要な意味のある神社だと私は思います。じゃあまずこれ自体も神事なので、はい、あの軽く一礼して1杯で1拍手ですね、はい、ここから始めます。祓えのね、まあ、神事をしてから、はい、まあ、手水を取りましたからね、はい、もう完璧に準備が整ったということで、この御本殿が、はい、まあ、24メートルの高さなんですけども、はいはい、言い伝え、はい、あと古文書の記録によると、はい、かつては倍の48メートルあったというふうに書いてあったんですよ。こう発掘調査した時に、はい、柱が出てきたんですよ。あ、これです。これが実際に出土したものですね。こんな柱が、ね、本殿 の, その周辺に、あったとは分からなかったので、うわ、この3本の太い、ね、はい、柱を束ねてね、はいはい、そして1本にしてそれをですね、田の字のような形でね配置して、はい、そうするともうこれだけ実際にこの今の倍ですね、48メートルの高さがもしあるとしたら、まあ、こういう階段があったのかどうか、もしくはもっと急な階段だったかもしれませんですけども、ものすごい迫力のある建物が、ね、あったんじゃないかと言われています。御本殿のちょうど真裏に最強のパワースポットなんかに言われることもあるんですけども、はい、蘇我社という名前でして、はい、スサノオノミコトがお祭りされています。はいはいはい、スサノオノミコトは大国主の神の親神ですからね。出雲大社の元といいますか、はい、親神の親神ですからね。はい、その後ねちょっとこっちの方に回ってほしいんですけれども、はい、裏側ですか。はい、あのあるものを取ってきていただきましたよね。はい、はい、これね稲佐の浜行ってきました、ね、旧暦の10月10日に全国から神様がいらっしゃる場所があの浜なんですね。 あそこの浜で神迎えの神事をして、はい、それでこちらの神社にお呼びするという、だからなのであそこの浜は、はい、とても神聖な浜なんです。で、そこの浜からね砂を取ってきてもらいましたよね。はい、実はですね、ここにですね箱があるので、はい、そこに入れていただきます。はい、この御神域に置かれたこの砂、大変ね清らかなねありがたい砂なんですけども、はい、今入れたのと同量、はい、まあ、できればそれよりちょっと少ない量を持ち帰っていくことになってます。そうなんですね。はい、例えば部屋の入り口にね幕とか持って置いといてもいいですし、はい、なんか気を払いが必要な時にですね、はい、この砂ぜひ使ってくださいね。はい、それではねちょっとねこの裏側にもねちょっと進んでいただきたいと思います。はい、はい、あの蘇我社の真裏なんですけども、はいはい、出雲大社のすぐ裏には、はい、
八雲山という山がありまして、はいはい、まあ、こっちが本体といいますか、うん、ご神体なのではないかとも言われているんですけども、はい、禁足地といいまして誰も入ってはいけないお山なんですね。神主さんも普段は入ってはいけない、そういう神の宿る、まあ、そういう特別なお山なんですけども、はい、空気感もちょっと新鮮な、ね、そう本当にもうご神体というか神様の霊気をここでね、はい、感じられるところなので、はいはい、実はですね最後にここはどうしてもねあの拝みたい場所があるんです。これ実はこの御本殿って、はい、あの正面からね先ほど拝みましたけども、はい、普通あの正面に向いてご神体を置かれるんですけども、はいはい、なぜか出雲だけはこっち向きなので、はい、ここが正面なんですね。はい、今日は風があるのでよかったですね。この出雲大社の境内地に、はい、これ何だと思います？ちょっと変わったものがありますよね。これはちょっと上がっていって、はい、四角くて、はい、これ実は相撲場なんですよ。お相撲、お相撲、ここでそうですね、ここはですね、のみのすくね神社という、まあ、お社が建っているところなんですけども、はい、あののみのすくねという方が、まあ、相撲の神様と呼ばれている方で、もともとここの出雲大社の、まあ、宮司をなさっている方、うん、のご先祖様がいらっしゃるんですけど、あの雨の保秘の御事という方で、その方の子孫があのここの飲みの宿根、ですね。で、あの水仁天皇の時代に、はい、まあ、大和で最も力の強い男がいて、はい、この男に勝てる者はいないかと言ったら出雲の飲みの宿根が、強いということで、そこで、まあ、試合をして勝って、はい、最も強い男と言われたというね、はい、それ以降、相撲の神様として、ですからここの、ね、境内地に、ね、相撲があります。で、相撲自体ももう神事として行われますし、今でもこれされてるんです。そうですね、なので神前相撲ということでですね、奉納の相撲がここで行われます。あ、まあ、相撲自体がね、あの国技館で行われてるあの大相撲もやっぱ神事なので、はいはい、だからあの力士がね入るときにしようとね巻いたりするでしょ、はいはい、あと横綱も綱をね、こう腰につけて、これ全部神事として行われてますね。はい、ここが飲みの宿根神社ですね。飲、はい、みの宿根がお祭りされているお社ですので、うん、ちょっとご挨拶していきましょうね。ウサギちゃんがいますけど、可愛らしいです ね、はい、ね、マスコットキャラクターみたいな可愛い狛犬の代わりに狛ウサギって感じかな。はい、大きな建物ですけども、はい、ここは神楽殿ですね、はい。でここに来たのはね、あるものを見ていただきたいからなんですけども、はい、この中でね、はい、いろんな祭典を行われてますよね、はいはい、ちょっとこっち見てもらいます。あ、大きいでしょう。大きいですね。これはね、うん、この長さが 13.6メートル、はい、で重さが 5.2トン、へ、まあ、国内の、まあ、最大級のしめ縄ですね。こんな大きなしめ縄ほとんど見たことないと思うんですけど、これ作るのにね、やっぱりね、相当の歳月がかかるみたいで、まあ何年かおきにね掛け替えるらしいんですけどね、地元の方がね1000人ぐらいがかかってね作るらしい。毎回作り直すんです。そうです、そうです。でこのしめ縄というのはやっぱりこの結界なので、まああの、この場を区切るんですけども、さっき相撲のね、奉納時代
する奉納相撲をするところを見てもらいましたけども、はい、横綱というのはね、ここに綱をこうつけるでしょう、はい、であれがもともと横綱という名前で、それをつける資格のある人を後でまた横綱というね、はい、資格的に言うようになりました。もともとはあの綱のことを横綱というんですね。なのでまあ神事にはねこういうしめ縄ってよく使うんですけど、ここでねまた相撲とつながりますね。すごい、結構もう下から見てもですけど、はい、正面から見るともっとこう迫力が、ね、大きいでしょう。そうですよね、はい、そしてまあこれで大体ね、はい、今日のご案内終わるんですけども、はい、まあ、大国主の神といえば、まあ、縁結びの神様というのが有名ですよね、はい、ここね気になったんですけど、はい、ここね、そうそう、結婚式場なので、結婚式ができるんですか、はい、そうです。なので地元の人はね、はい、出雲大社さんで結婚式を挙げる方多いんですけども、はい、ね、離れたところの人もですねここで結婚式を挙げてもいいですし、はい、もしくはここでねその縁結びを、願って、はい、そして結ばれた方であればですね、それはもうそうなんかよくね、もうなんか新婚旅行海外とか行く人多いんですけども、はい、ご縁をいただいたお宮にですね、この出雲に新婚旅行に来るというのもまたこれも素敵なもんですからね。縁結びの神様では有名なんですけども、はい、先ほどちらっと言ったように、はい、医療の神様としても有名ですから、はいはいはい、健康とか長寿とか、もしくは病気平癒、こういうのをですねお祈りする神様としてもとてもね ありがたい神様ですし、さらに国を治めるという神様ですから、はい、例えばリーダーシップを取るとか会社を経営するとかですね、あとまあ国を守ってらっしゃる神様であるので、日本の国の平和とか発展を祈る、もしくは会社の、ね、発展を願う、そういう神様としてもとてもありがたい神様ですので、いろいろな場面で ね、ぜひ出雲大社をこれからも、ね、拝みに来てほしいと思います、はいはい、今日はどうでしたか。そうですね、今までこう神社に訪れた時に参拝した方法とはもう全く別のこう丁寧に教えていただいて、そうでしたね、ありがとうございました、はい、またぜひ実践してくださいね、はい、また次は旧暦の10月に、そうですね、雷月、はい、ぜひ来てみてくださいね、はい、来てみたいと思います、はい、本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。